新年明けましておめでとうございます。今年も引きこもりす劇場を何卒よろしくお願い申し上げます。いやー、年が明けてしまいましたね。もう2021年ですよ皆様。2021年と聞くとちょっと驚くべき数字じゃございませんか。昔僕が夢見た近未来の数字がなんとなく2021年あたりだったような、そんな気がしてなりませんよ。もう宇宙旅行とか月旅行とかそういうことが可能になっていそうな、そんな数字な気がしてなりません。本当にちょっとびっくりしますよね。ですからそんな未来的な数字の中で僕が頑張ってやっていけるのかなって、もう新年早々なんか不安に包まれてしまいましたよ。はい、とってもこの先不安ですとは言いましたものの、実は昨夜ありがたいことにメッセージをいただきまして、とっても勇気づけられたのでした。ありがとうございます。はい、そのメッセージというのをご紹介しますね。じゃん。ペンネームミスター X さんよりいただきました。ミスター X さん、お便りまたまたありがとね。とっても嬉しいですから。はい、そして気になるその内容ですが、じゃん。今年はありがとうございました。いや、それを言うならこちらの方ですよ。本当にいつもお世話になっております。今年も本当によろしくお願いいたしますね。すみません、続けますね。毎週金曜日、名もなき熊の放送もありがとうございます。いや、それは熊の方からむしろお礼を言わなくてはならないことですよ。本当にこれもありがとうございます。続けますね。ジンコ様の可愛いキャラ作りにも楽しませていただいてって、いや、作者さんのことを様付けで呼んでくださるなんて、むしろこちらこそがなんだか足を向けて寝られませんよ。すみません、ちょっと僕の愛の手が邪魔でお便りの内容が伝わりませんでした。もう一度言いますね。では今度は愛の手なしに言います。はい、愛の手なしに、すみませんね、邪魔しちゃいまして。もう一回やらせてください。じゃん。今年はありがとうございました。毎週金曜日、名もなき熊の放送もありがとうございます。ジンコ様の可愛いキャラ作りにも楽しませていただいております。リス君の初一言リクエストです。歌舞伎っぽくリス君にお願いします。今年もあとわずか、来年も楽しませてくださいね、と優しいメッセージをいただきましたよ。勇気いただきましたから、本当にありがとうございますね。ただですよ、ちょっと気になってることがあるんです。すごくですよ、この文中にその初一言のリクエストが書かれているのですが、これがもうとんでもない一言になっております。歌舞伎っ
ぽくお願いしますとのことじゃないですか。歌舞伎っぽく、あの今まで歌舞伎らしき一言を一回もやったことがないのに、歌舞伎っぽくなんてもうとんでもないリクエストですよ。これはもうちょっと困らせようっていう、そういう魂胆が見え隠れしてますから、本当にもう。まあでもですね、そんないたずら心もとっても嬉しく思うのでした。ではちょっと頑張ってみますね、歌舞伎っぽく。何回これリテイクするか分かりませんよ。ではではちょっと行ってみましょうか、ミスター X さんのお一言を。それではミスター X さんよりの一言どうぞ。今年は春から